いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。スクリーンのジンです。マナブです。はい。前回に引き続き、やっとね。やっとです。はい、やっとです。来ましたよ。来ました。一問一答、速読と、今回も、いきます。はい。いってらっしゃい。行きます。はい。ジンさん、最近ハマってるものを一つ教えてもらって。ハマってるもの。ハマってるもの。そうですね。ドラム。ドラム。はい。面白くないですね。ドラムハマってるって言っても、なんかね、はい、カタログとか見るのが好きなんですよ。これ面白い。あと、ちょこちょこ、楽器いじったりね。なんかそういうのばっかりやってます。なるほど。はい。結構、地味ですね。そうですか。はい、まなぶさんは。僕ですか。うん。僕もギターとかやった方がいいですかね。いや、でもギターハマってますよ。ですね、ギターの雑誌を、はい、最近。毎回も読んでるんですけど、今まで読まなかったタイプのギター雑誌とか、ちょっとなんか細かいなんかケーブルがのハンダがどうのこうのみたいな。お、興味が出てきた。そうですね。自作みたいな。他には他ギター以外を聞きたいんですよ。ギター以外、ニンテンドー DS とか。いやらしいな。はやってますよね。俺もやってますよ。やってますよね。はい。まあ移動中にたまに。イケイケテール DS とかやってます。はい。じゃあですね、はい、メンバーをそれぞれで、はい、母親、父親、兄、うん、弟、姉、妹、友達、恋人、犬のどれかに割り振ってください。じゃあ俺から。いや、2人で考えましょう。2人で、うん、そうなんで、まず、ボーカルの秒は何でしょうか。秒ね。母親、父親、兄、弟。意外と、意外と弟的なところがあるよね。そう、あれ違う？兄じゃない。いやでも兄のが違うから。でしょ。弟。なんかこうやんちゃ的な。なるほど。うん。あとは。いやでも兄弟だ、ね。じゃあ両は弟です。はい。俺ら二人が考える。はい。好き。好き。これはね。こっちの方が兄っぽいなと。いや母親。母親だね。母親ですね。母親だと思って、父親っぽくもあるけど、どっちかっていうと母親じゃないなと。勉強味がいいから、ね、そうです、そうです、これは母親で決定です。決定です、はい。学ぶ、僕ですか、うん、僕はね、自分では分かんないですね。あ、妹だね。妹なんでえなんでたまに妹っぽい仕草を分からん俺も分からん。なんでしょう。でも、どれかって言われたら妹なんか、意外とね。そうなんですか。ありがとうございます。じゃあ、それで言うと言うと。言うとこれは、どうですか。言うとは意外と、わかるかな、父親っぽいなと。俺は兄だと思ったんだけど。もう、なんかこう、言うとを見てると、たまに、こう、絡んでくれる時の感じがすごい父親の感じだな。これはね、兄に見えます。兄ですか。うちの本当に兄貴がいるんですけど、誕生日が一緒なんですよ、言うとと。そこからもずっと兄貴だそうです。そこの親近感。そうそう、まあ、だから兄で、ね、兄です。はい。ジン君、最後もうこれ言うまでもなく、犬ですね。いい意味で。いやもう悪い意味で取っていい意味じゃない。多分メンバー全員に聞いてもね、この母親、父親、兄、弟、妹、友達、恋人、犬ってあるけど、絶対みんな犬って言うから癒しです。そういう意味のね。そうです。ペットっぽいかなと思いますね。なかなか人間にはなれないね。そうなんです。そうなんです。犬です。はい、まあ、そんな感じです。はい、じゃあね、続きましていきますか。はい、ズバリジンさん、はい、あなたは何人間ですか。何人間、はい、難しいです ね。逆にマナブさんから。そうですか、僕はネクラ人間です。そう、そうです。引きこもりなんで言葉が良くないよ。いや、あんま外出たくないんですよね。でも、どっちかというとインドアだよ。インドアですか。確かに。好きなんで。俺、なんすかね。目立ちたがり屋。目立ちたがり屋人間。人間。ああ、
いやでも堂々とはあんま目立ちたくないですね。どう目立つのじゃ。例えばこうライブとかでもあの、はい、ビオがボーカルとしてダーって言ってるじゃん。でもちょっと俺はまあ控えめつつもアピールするとこはアピールするっていう、ね。ああ美味しいとこで出ないみたいな、ね、ポイント見つけて。俺だって見られたいよ。俺だって前行きたいんだよ。前行きたいよと。そうですよね。でもそんなんじゃないとやってらんないですよね、こういうの。ね、こういうし。まあね。それはいいことだと思いますね。はい。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい。最後に最高の決め台詞をどうぞっていうね、はい、カンペが出てるんですが、決めてください。決め台詞か。決め台詞。はい、最高の決め台詞。はい、かっこよく決めてください。かっこよく。本当に。俺はこんなもんじゃねえ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まなぶさん。僕もやるんですか。はい、最後の決めていい。はい、5、4、3、2、1、どうぞ。俺についてこい。ありがとうございます。